では今日オープンしたばかりの伊豆山港のカフェに中継が出ています。青木さん。今日は晴れて水平線がきれいに見えました。伊豆山港に来ています。今日こちらでオープンしたのがこちら走り湯カフェタイニーアバロンです。トレーラーをですね改装してできたカフェになっておりまして、店内はですね木を基調としております。とてもおしゃれな雰囲気に仕上がっています。さて今日は月命日、土石流の被害から2年3ヶ月の月日が経ちました。当時の写真がこちらです。私が今いるのがこの辺り、坂道になっておりまして土石流がここを流れていったということです。堆積した土砂は数多くありましたけれども、少しずつ取り除いて、そして今もその取り除く作業というのは続いています。復興の歩みを進める伊豆山港ですが、そのこちらの地区を盛り上げようと今日オープンしたのがこのカフェになります。今日はカフェのオーナーの飯塚さんにも来ていただきました。よろしくお願いします。こんにちは、お願いします。改めてこのカフェオープンをされたきっかけは何だったんですか？そうですね、あの漁協会の方から少し委託してもらえしていかないかということでね、あの伊豆山全体をなんとか盛り上げていければなというのが一つの思いですね。うん、伊豆山のレモンを使ったコーラ、それから食事も提供しているということですが、今日はおすすめの一品をご用意いただきました。店長の松尾さん、お願いします。はい、お待たせいたしました。伊豆山、伊豆山漁港の漁師直伝サザエご飯とお味噌汁のセットです。はい、いやすごいですね、結構サイズありますね。こだわりどんなところですか？その漁師の方から直接仕入れて伊豆山漁港のサザエを使用しています。わかりました。ではこちらの品手でいっちゃっていいですか？すみません、結構大きいですよ。サザエも5、6個入ってます。それではいただきます。あ、いい磯の香り。漁師町ならではですよね。うん、おいしい。噛み締めますね。苦味全然ないですね。コリッコリの食感が良くて旨味も爆発してます。すごく満足のいく一品ですね。ありがとうございます。こちらカフェを通じてどんな魅力を発信していきたいですか？ダイビングのねお客様が昔はまあに限らずですけど来てくれてたところと、あと足湯カフェ、足湯の観光客さんも一緒にここのカフェ全体でコミュニケーション取れるようなところが一つの場になってくれたらいいかなっていう思いが強いです。わかりました、ありがとうございました。さてここまでカフェをご紹介してきたんですが、カフェだけじゃないんですよ。ちょっと歩きますよと言っても、道路を挟んで向かいです。伊豆山港といえばやっぱり魚介じゃないですか。よろしくお願いします。おー、びっくりした。公開、でっかー、これはもしかして、もしかして、はい、そうなんですよ。隣にはですね直売所を併設してるんです。名産の伊勢海老のほか、先ほどいただいたサザエも取り扱っているんです。今日ご登場いただくのはですね地元の漁師、そしてこのカフェと直売所をやりたいと発起人となりました松本さんです。よろしくお願いします。松本さん、改めてこのカフェ、はい、そして直売所をやりたかったきっかけは何だったんですか？そうですね、あの復興から、災害から何かこうやりたい、伊豆山を喜ばしたい、そういう気持ちでこういうことを考えました。復興から少しずつ歩みを進めて景色に戻ってきましたけれども、どういう思いですか？そうですね、本当に皆さんのおかげで当初港が戻らないと思ってたんですけど、それがこういう形でうまく復旧してきたのでとても嬉しいです。どう盛り上げていきたいですか、これから？そうですね、やっぱりこの伊豆山港を足がかりに伊豆山が元気になるようにしていきたいです。はい、こちらのカフェダイビング、それからバーベキューもすることができます。詳しくはインスタグラムで確認してみてください。今日は皆さんと一緒に伊豆山港から中継でお伝えしました。